ベルクラでございます。今回はね、ちょっとした雑談の方をね、やっていこうかなと思って立ち上げております。なんて言いますかね、まあ私がよく以前コラボしていたハゲさんという方にね、対しての質問はね、未だにちょっと多いんですけど、なんで出ないのかと、いないのか、なぜコラボしないのかと、これに関してちょっと一つだけちょっとはっきりさせとこうかなと、もう今後なんか妙な誤解が起きないように一つだけはっきりさせとこうかなと思います。それは何かと言いますとね、今後動画に出ることはありません。これを断言しておきます。それはなぜか、仲違いしたからとかそういうわけではありません。これはね、まあある程度察してほしいんですが、説明しますと、やはりネットにね、自分の何かを出していくっていうのは非常にこうパワーがいるわけです。いや、もちろんその私みたいにね、発信したい、自己顕示欲を満たしたい、そういうなんかね、自分の欲望をそうやって満たしたいっていうタイプの人はすごく合ってるんです、配信っていうのはね。ただ自分のね、個人情報をできるだけ出したくないっていう人ももちろんいて、まあ言ったらそれまともな感覚なわけです。配信してるのに慣れてるとね、そういうのを失いがちなんですが、非常にまともな感覚で、まあでも一つだけそれはっきりさせとかないといけないなと思うのは、まあ出ないと。今ある分はね、本当は削除しようかどうか迷ってたんですよ、ハゲさんが出てるものに関してはね。でもそこはハゲさんにちゃんと確認取って、そこまでは全然大丈夫ですということで、残しているんですね。これは何もハゲさんに限ったことではありません。カボちゃんにしろ、ハイラさんにしろ、私と絡んでる人がもし、まあちょっともう出るのは難しいかなと言ったら、もちろん出しませんし、そこはね、私のなんていうかポリシーだったりはするわけですね。まあそんな感じで、ちょっとハゲさんはね、出ることはちょっと難しいと思うんですが、難しいというかないと思うんですが、その辺は楽しみにしていただいた方はね、申し訳ないです。まあそういった、まあちょっと話になりますね。で、最近やってるゲームの話もちょっとやりましょうか。タイタンホール、どうなってるのかと。タイタンホールね、最近やってないんですよ、タイタンホールの方を。アップデートしてからちょっとやってないんですね。ダウンロードコンテンツは買ってるんですけど、やってなくて、やる暇がないっていう状態ですね。で、まあ、優先順位がないと。暇がないというと、ちょっとおかしな話ですけどね。時間は自分で作るものですから。マインクラフトは、もう編集してても出すところまで来てるんです。ただちょっと今、溜めてる状態なんですね。編集して。で、グランセフトオートは5が出るので、それに際して4で PC 版のグランセフトオート4をモッドを入れてやるっていうのをやります。で、あとですね、コストが少なくなってるのはデータが1回消えて最初からなってしまったためにモチベーションが落ちてるからなんですね。コストで鬼ごっこってのはよく聞かれますけども、そのハゲさんが出れないから、それに関して非常にね、難しいんです。3人でやることになるわけですけど、じゃあ4人目のメンバーを探さないといけないのかってなると、これ4人目のメンバーを探すっていうのはね、簡単なことじゃないんで、そのね、簡単に募集して入ってくださいって、そんな簡単なものはちょっと無理なんでね、ああいう雰囲気を作れないっていうことがあるんですよね。なのでそれも難しいということですね。であとはね、クロックタワー、まあクロックタワーにしろ、ベルコア企画全般、そのベルコア企画と称して夏を先取りしたホラーゲーム実況に関しての全般の話に言えるんですが、最後までやらないです。中途半端になりがちになっちゃうのは、そこはちょっとね、申し訳ないなと思うんですけども、次々怖いものをやっていきたいなという感じなんですよね。そもそも私、最後まで実況したことがないっていうゲームをいう実況者なので、まあそういったちょっとね、
なんていうか不甲斐ない感じでございますが、どうぞご理解いただけたらと思います。でね、実況環境のことについても聞かれるんですけど、どうやって撮影しているのかと。それは毎回その動画の説明欄の方に実況環境についてのね、動画へのリンクが貼ってありますので、それを見ていただけたらと思います。初心者がゲーム実況するにはアットウィキというね、ウィキの方を見ていただくと、そこに全部載ってたりするんでね、その通りにやるとできたりします。まああと何があったかな、なんかこう質問がね、ツイッターの方に結構溜まってるんですけどもね、全部をちょっと返しきれていませんし、その PS の方にでもね、プレイステーションの方でもメッセージすごくいただいてるんですよ、いろんな方にね。その一つ一つにね返せてないんで、そこは本当に申し訳ないかなと。一番返信しやすいのはツイッターですね。で次に YouTube と。でプレイステーションの方が一番ちょっと返信が難しくて、あまりインしないもんで、で遅れちゃうとなんかもう今更これ返信もっていう、なんかそういったのあるじゃないですか、そういう風になっちゃうっていうのがちょっと難しいんですね。でも全部目通していただいてます。目通させていただいてます。でなんかその PS3 の方ってアカウントが消えてしまって、私の多分これフレだった人たちって、まあじいさん76歳っていうアカウントにね、フレ登録していただいてたと思うんですけども、これちょっとアカウントのねパスワードを思い出せない上に、その諸事情でね、カスタマーセンターに問い合わせてもちょっと難しい状態になっててですね、無理なんです、復活がほぼ。なので今102歳でちょっとやろうと思ってて、ちょこちょこやってて、もうこっちでも募集というか、フレ依頼受けた方がいいのかなと考えてるところなんですよ。で中にはその実況者さんでもフレになってく、もらってた方々もいるんでね、まあどうしようかなっていう状態なんですよね。なんかすごい手間も取らせちゃうし、私から声かけるべきなんですけどもね、その辺はね、フレンドちょっとこっちの方に移行してもらえませんかという手間になっちゃうんですけどね、それも近々やらないといけないなと思っています。その辺ね、私ちょっといろんなこと最近やってる手出してるんで、なかなかね優先順位がね乱れててですね、暑いちょっとエアコン難しいところではあるんですが、難しいというかね、おいおいやっていかなければいけないということなんですけどね。まああとね、質問何か来てたかな、中にも私のなんかファンクラブみたいなのを作っていただけるという人がいてですね、いや恐縮です、本当にそんなものをね作っていただけるなんてね、いやもうなんていうかちょっとね初めてなんですよのありがとうございますとこの場でお礼を言わせていただきます。ちょっとなんかコメントとかを返していきましょうか。今ねついでなんで、YouTube にしよう、 Twitter なり、そこのコメントをちょっと返させていただきましょうか。少し動画的には長くなりますが、分けて、話していくという感じでございましょう。ツイッターの方で、コメントが多いんですが、私はツイッターが2つアカウントあってですね、で1つは柏木ベルクラという、動画のこととか全くつぶやいてない、ほぼまあプライベートな感じの、アカウントがあって、それは私のなりすましじゃなくて私のアカウントなので、まあ、勘違いされないようにと思います。ただフォローバックしてないんで、フォローされる際はその辺ちょっと、ご了承いただけたらなと思います。もう一つのね、普通にベルクラと書いてある方は
フォローバックしてるんで、できるか、できるだけ。ただその中に業者が結構いて、フォローするとすっごいダイレクトメッセージが来るタイプの業者がいるんで、慎重に一人一人見てフォローバックしてるんですよ最近は。なのですごく手間もかかるし、あの面倒くさすぎて、そのフォローしてない人とかがちょこちょこいるんで、もしフォローしたけどフォローされてないよっていう人は、もう直接私にリプ送っていただけたらフォローを返したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ちなみにカボちゃんも2つアカウントあって、つべカボコという、私がもうアイコンを書いた、ものと、カボちゃんのメインアカ、そっちもまあ私と似たような感じの、まあ、プライベートのことをつぶやいてる方があるんで、その2つだけですね。カボンボボンっていうやつかな、カボコっていうつべ用のやつと、カボンボボンっていう、まあ、リアルの方ですね。他はね、仕事は何をやってるんですかっていうのが非常にね質問多いんですが、ここら辺はねご想像にお任せします。これ昔から言ってるんですけどね、ご想像にお任せします。PS3 のね PC 版のマインクラフトやらないんですかという、質問に対しては、もうやってるんです。これ実はやってて、動画にすることもあると思いますけども、すぐにとはいきません。ちょこちょこやっていて、いつか動画にできたらなと思っています。でマインクラフトの PS3 版はもう動画は撮ってあって、まあ、近々出すことになるとは思います。あとはで、それとですね、あの自分の実況、個人的な自分の実況動画の、ランキングっていうのをね、まあアンケート募集したと思うんですよ。アンケートの動画で何が一番私の動画で面白かったですかと、そのアンケート結果も出てるんですが、私のなんていうか怠慢で全然まだ動画が出せていないという状況です。それも撮っていけたらと思いますので、どうぞのんびりとお待ちいただけたらと思います。いや誠に申し訳ないです。スカイリムの方、エルダースクロールズオンラインはどうなってるのですかというのもたびたびありますね。まあテソとちょっと呼ばせていただきますが、訳してテソの方はですね、もうあのベテランというランク、レベル50を過ぎて来てるあたりで、ちょっと達成感があって最近ちょこちょこやってないんですね。アップデートなんか大きなもん来ないかなと思いつつもね、様子見てる状態で、こうまあやりきった感はやりきった感はあります。非常に楽しめてますけどね、今はちょっともう落ち着いてますかね。発売当初のお祭りな感じに乗っかれてよかったなと、まあ、それに、ゲーム代パッケージ代、まあ、8000円ぐらいと、月々1500ぐらいの出せるかっていうのは、まあ、個人の感覚では変わってきますけども、私はまあ、期限付きなら楽しめるんじゃないかと思いますね。また半年なり何なりやる分には、その今後のもちろんアップデート次第だと思いますけども、楽しめると思います。ただ MMO、 そのオンライン RPG だから、今まで稼いだお金、そういったものを捨てるのはもうもったいなさすぎる、やめれないってなるとやめれないです。それはね、私は結構やめれるタイプなんで、あもういいかなと思ったらさよならっていう感じで終われるんで、その辺はね、そういう風にバサッとできる人だったらサクッとやって楽しめると思います。ただこれ、ね、2年も3年もっていう感じは私今んとこ想像できてないですね。面白いですけどね、まあ、そういった感じで最近はちょっとあまりやってないっていうのはありますね。まあ、他にはね、BO2 やってくれっていうのもあるんですが、 BO2 のディスクがなくなってるんですね。壊れてるというか紛失してると。で Beyond to Soul は、まあ、あそこで終わりということになります。というのもデータがなくなったからです。 PS3 が壊れて、はい。で Demon's Soul、 実はちょっと実況やろうと思ってて、 Dark Soul はちょっと無理なんですが、 Demon's Soul はできるみたいなんで、 Demon's Soul をちょっとやろうかなという
感じでございます。それもね、まあ、最後までやることはないと思います。で最後に、今後期待しているゲーム何なのかちょっと話していきます。 The Division でしたっけねっていう次世代機のゲーム、 PS4 とか PC で出るやつと、サイコブレイク、ホラーのやつですね。あのバイオを作った方が作る、まあすごい怖いゲームが、まあ来年に発売延期しちゃったのかな。それも気になってて、で、あとはウォッチドックスもすごく気になってるんですが、他にも、レインボーシックスシージだったかなっていう、まあ、FPS の、あれレインボーシックスのシリーズってやったことないんですが、トレーラー見てすっごく面白そうで、それもすごく気になってます。あとはバトルフィールドハードラインも多少気になってますね。まあ、あとそのコールオブデューティアドバンスドウォーフェアは買おうかどうか迷ってますが、大抵毎回買ってるんでコットシリーズは買うと思います。ただそんな期待してないですね。うん、買いますけどもね、期待しないぐらいがちょうどいいんですよ期待しすぎるとね、何でも期待しすぎるとあれなんで。でアサシンクリードの新作のやつ4に当たるのかな、4なのかな、もうちょっと気になってて。であとダイングライト、ダイングライトじゃないな、ゾンビのゲームデッドアイランドみたいな、まあデッドアイランド2も出ますもんね、それも気になってますけど、うん、ダイングライトじゃない なんだっけな、ちょっと待ってください、調べちゃいましょうか。ちょっと正式な名前じゃないとあれだもんね、なんか誤解を生みそうだもんね。ダイイングライトです、合ってました。ダイイングライトというゾンビゲーがあって、それが非常に楽しみなんですね。うん、これはねダイイングライトと調べたら、出てきますので、ぜひ興味ある方は、見てみてください。ただグロいのでご注意です。まあ、そういったゲームが最近はちょっとね楽しみでありますね。まだまだね私のゲーム実況の方にね、足を運んでいただいてくれる方はねありがとうございます。本当にだいぶも長いこと実況してますけどもね、今後もね、ちょこちょこやっていきたいと思いますので、何卒ねどうぞよろしくお願いいたします。ではでは、ベルカでございました。